ですね。な、そうです、もう19歳らしいで、もうあと1年でお酒が飲める、すごいすごいですよね。ゆっくりできましたよ、ありがとうございます。やっと日常が戻ってありがとうございます。そうですね、な、すごいですよね。でもね、アミも言うてもあと2ヶ月かな、2ヶ月ないですね、1ヶ月ちょっと、1ヶ月半ぐらいです。でも1ヶ月半もないですよね、1ヶ月ちょとちょっとだけですかねやばいよな、もうすぐやん。タンプレ決めたやって、あ、こよたのね、こよたの決めましたよ。もう買いましたちゃんとね、そう、こよたの生誕祭に出させてもらうので、おはようございます、おはようおはようございます。そうですねおはようございます。あ、昨日 MV が、昨日やんな、昨日ですよね、公開されましたね。見ましたよ、めっちゃめっちゃ可愛かった。あの白い衣装がさ、背中がさ、こうやってかケイトさんと坂田美咲さんのこの服が半分半分でハートになってた、わかりますか、背中が開いてるんですけど、その背中の開いてる形がハートの片割れみたいな感じだったんですよ。めっちゃ可愛かったですよ。うん、そうですね、おはようございます。あのさ、 MV 公開まであと何日みたいなやつをさ TikTok に上げてたじゃないですか。あれのね、ジョーニセレイさんとコジリンさんのやつめっちゃ好きです、見てみてください。最後に真顔で言うんですよ、ちょっとめっちゃ面白いんで、可愛くて、だから見てください。そうですね、研修が仕事が様、ありがとう、ありがとうございます。アミゴロウ、アミゴロウです。そうです、だからね、あのね見てほしいです、めっちゃ可愛いです。はい、おはよう、おはよう、なんかねおはようございます。涙のディグドークも可愛い、ありがとう。昨日はにゃんにゃんなずしたね、そうMV の白い衣装、 MV だけの表現でってシンシンが言ってたよ。そうなんですね。あとなんか昨日のビーツさん見てたんですけど、ワカボンさんがすごい言ってましたね、なんかあのいろんなさ数式って言うんですか、めっちゃ出てきてたやんか、それで I love you って書いてるって、なんかね、すごいですよね。おはようございます、仕事行ってきます、頑張ってね、頑張れなみだんだん、おはよう、おはようございます。今日はむっちゃじゃないけど、まあいつもと寝てる時間は変わらないんですけど、もう寝る前とかに普段ちょっとスマホを触っちゃうんですけど、やっぱりだけども、昨日は触らずに即寝ました。だからね、寝起きがねとても良かったですね。すごいですよね、そんなんで変わるって、まあ気持ちかもしれんけどさTikTok も NMB 楽曲使用復活しようかって ね、良かったですね、また撮りますまた撮ります。 TikTok の猫のやつリクエスト送る日だ、かわいい、ありがとうありがとうございます。皆さんリクエストあったらどんどん教えてください、ほんまに何撮ろうかわからんくなってくるのでお願いします。そう、わからんくなる。あ、数式出てくるのガリレオもです、あの聞いてください、あの沈黙のパレード見たで、アミ、あ、そっか、まだ言ってないか、ちょっと何もないですけど、あのね、見たんですよ、昨日バスでガリレオ見ました。めっちゃ面白かった、でもちょっと怖かったですね。うん、家族並木屋がめっちゃ変わってましたね。おはよう、送ります。
そう、25日お昼公演とコヨタン生誕祭と両方見に行きまして、ありがとう、待ってます。みんなでお祝いしましょうね、コヨタンね。え、今日は雨なんかな、えらい曇ってるって。いやいや、いやですね、ちょっと悔しいわ、あぐみ出ないねって。そんなん言うたら出ますよ、本当に。皆さんも気をつけてくださいね。まあ、首は言霊みたいな感じで言ったら出ちゃうから。ね、そうです。I love you ってどんな意味やって？え？あなたのことが。でもラブやもんな。あ、ライクじゃないんか。なんかよく言いますよね、ライクかラブかみたいな。よくか知らんけど。アミはサーモンはラブです、マカロンもラブです、スパムチもラブです。回収から帰ったその日に TikTok でブログ更新したみたいな、偉いね、ありがとう。そうでもね、3日間も休んでたから、さすがに TikTok とブログを上げたいなと思ったので、そう、うん。6月号の画の写メ会、片田崎県の県届いて、ありがとう、ありがとうございます、嬉しいですね。ありがとう。スーパームーチュ近所のスーパーからなくなって泣いてます。え、なんでですか、販売停止とかじゃないですよね。そういえばなんですけどね、皆さんこのお菓子言ってますか、ホットケーキシロップ、これのチョコ味もあるんです、どら焼き版。これね、めちゃくちゃさゆきちゃんが好きらしくって、知ってる方もいるかもしれない、さゆきちゃんのファンの方やったら、さゆき部やっけ、やったら知ってるかもしれないけど、まあめっちゃ好きなんね。でさゆきちゃんが好きっていうから、誕生日プレゼントにこれ大量にあげようと思ったんですけど、駄菓子屋になくて、で結局アミはネットで頼んだんですけど、販売停止してるらしいですよ、生産停止かな。でさゆきちゃん の, あのお家の近くの駄菓子屋さんにはまだ売ってたらしいけど、さゆきちゃんが買ってなくなってんて。でまたアミが見つけたんで、今度あの25日これあげます、何個か。そう、見つけちゃったので。そうですね、アングルの上で出てたよ、出てましたね、まだそれ連絡来てないで、知らんかったで、ツイッターで知りましたよ、さっき。なので、まあ、はい、やります、また今度後でね。どこで売ってるの、多分な、駄菓子屋とかですかね、あんまスーパーでは見たことないです、アメも。美味しいよね、美味しい。アメはこれのどら焼きの方が好きやけど、どら焼きはなかったんかな。そう、ママが買ってきてくれました。最近駄菓子みたいなお菓子食べないから、え、というか最近駄菓子屋自体なくなってますよね、ほんまにね、ほんまになくなっててびっくりです。アミもお家の近くにあったんですけどね、もうね、アミが小学2年生ぐらいの頃に潰れちゃったからな、友達とお菓子買うっていうのはなくなりましたね、一気に。だから多分その辺からですね、アミたちが外で遊ばなくなったのは。今も遊んでる子はおるけど、あんまり遊ばんね。なんかね、まあ2年生ぐらいの頃に、まあ駄菓子屋さんとかが潰れたから、あんま駄菓子屋さんみんなで行くってことはなかったけど、駄菓子屋さんに行って公園で食べるってことはあったんですよ。やけど、まあ駄菓子屋さん潰れたら持ち寄ってきてたんやけどな。3年生の終わりぐらいにコロナが流行り始めて、もう4年生はね、外で遊ぶことがまずなくて、で5年生になって、まあバトンが忙しかったんですよね、結構。それで6年生で受かって、だからそんなにですね、まあ周りもあんまり外で遊ばんくなってる。まあ暑いと思ったり、暑かったり寒かったりでね。そう、
探してあったら買ってみる。あ、美味しいので買ってみる。アミはこのドラ焼きをしてます。そうおはよう、おはよう。祖母が駄菓子屋してたから勝ち組でしたって。うわ、それは勝ち組ですね。自慢できちゃうやつやないいな。梅田に有名な駄菓子屋あるみたいだから今度ゆなちゃんに教えてもらおうだって。え、教えてもらいたいですね。駄菓子屋だからほんま最近全然行ってないですよ。本当に小学校の時ほぼ毎日外で遊んでやれて。やんな、アミはねもう2年生ぐらいから遊ばなくなったですね。そう、駄菓子屋にあるコインゲーム好きやったのよね。アミてのドロもあったってありましたよ。アミもコインゲームはなかったな。アミはなんかねガムをなんか1個これぐらいの丸いガムを買うのに10円かかるんですけど、なんか10円やったら当たりやったらなんかもらえたりしてたね。こうやってピンって飛ばしてさ、こうやってガタ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 ってどこに落ちるかみたいなやってましたね。小学生から友達と遊びなくなるのかわいそうって、なんかかわいそうですよね。けどだからねスイッチとかスマホのオンラインゲームとかでつながるようになったから、もうなんかあまりなんか外で遊ばなくなっちゃったんですよね。そうですね。昔は駄菓子屋でお好み焼きとかおでん食べれるお店にずっと行ってたなって、すごいすごいなすごい。劇場に行く時のナンバーワークにある駄菓子屋がめっちゃ気になるって。駄菓子屋あるんや、見ます今度。でもなんかナンバーワークっていろいろありますよね。うんね、ゲームでつながるって銀で行くやつほんまにな。だけどなんかねゲームはゲームで飽きてくるんですよね。そうだからもうゲームしひんから最近は、最近はね。だからもうそうなったら友達とテレビ通話とかして、そうですねなんか喋ってますね。そうなのでそうですねそうですね。ここだけの話、昔は当たり付きのお菓子は当たりと外れ分けで箱に入ったのを店側で混ぜてたのよ。そうなのよ。でもなんか当たりと外れてさ、そのパッケージとかに入ってることがあるんですよね、駄菓子って。なんかそういう裏技が流れてきたけどね、全く分からなかったですよ、駄菓子屋行ったけど。その後になんか触りまくるのもさちょっと気まずいやんなのでね、はい、感じですかね。エディオン、ナンバーにも駄菓子あるねって。え、ナンバーってエディオンあるっけ。あれしか知らんですね。どこやっけ、どこやったっけ、忘れちゃったね。アミさ、なんかさナンバーであんまりうろうろしないからわかんないんですよね、ほんまにそう、ほんまにわからないですね。なんか結構ね、なんかあれですね、もう劇場直行すぎてわからんですね。まあ直行ってこともないなないないない。でもどこに行ってるってあんま記憶ないですね。どこ行ってるんやろ。毎回混ぜるの手伝うのが好きだったなって。いいです。あ、それビッグカメラや、ビッグカメラしか分からへん。ビッグカメラ、ビッグカメラ、あんまなんか周り見てないな、アミやばいな。絶対通ってる道とかやのにさ全然周りが見てなさすぎて。いや、自分前向いて人に当たらないようにしてるんですけど、なんかあんま物見てないですね。やばいな、ちょっと普通に問題発言やね。
やばいな。ね。そうですね。二見の歌漫があったとこの近くで、あ、なるほどね。あ、ああ、わかったかな。なんか二見の豚まんがどこにあるかは分かってるんですよ、みもさすがに。うん、そうですね。ねえ、また見ます。あみたんは衝突症、衝突猛猛進猛進衝突猛進タイプやて。なんやそれ。なんや。なんだそれ。待って、くしゃみが出そう。あ、大丈夫ですね。すいません。あ、おいおいの近くで、あ、みんな。これ丸いって思うやろ？これさ、ずっとさ、おいおいやと思ってた。0101。丸いらしいで。普通に、やばい。で、おはよう。ちょっとつもしん、あ、すいません。どういう意味ですか？どういう意味や。ナンバーの駅前の一部が車通れなくなったの知って、全然知らへん。なん、知らんな。ちょっと知らんすぎてやばいかもしれんですわ。あ、知ってるで。知ってる。なんかだっけ、歩行者天国っていうんですかね、が広がった、広がったっていうか、買ってきたんかな、なんか分からんけど、なんか歩行者のところが広がったのは知ってますよ。そう、それは知ってるで。なんか星になってんだよ、めっちゃ皆さん。なんかめっちゃめちゃくちゃ皆さん星や。なんでや、星になるんかいってな、大事やのに、その星が知りたいのにな。のみたまだ危ないから、ナンバーうろうろしたらあかん、かっこかほうやって。ありがとうございます。そうです。あ、おいおいが星になってたんですか、なんでやろうな。あ、おいおいってダメやからってことですか、ちょっと暴言みたいってことですかね。やばいやん、そんなんで。ちょっとつもうしいわ。イノシシが直線的に突進するように目標物に対してがむしゃらに進むことやって。やば、そういうなんかな。確かにローマ字でならおいおいかやって。え、だってさ、あれで丸いって読む人なかなかおらんと思うで、初見やったら。ね、あ、仕事行ってくるやって。頑張ってね、こうやさん。頑張れ。頑張れ。なんぐらい、おやがきやからみたいな、楽しみ。ありがとう。ありがとうございます。ね。ねえ、そうだよね。おい、やって。そういうことね。おいってなるからですかね。しかも、2個あるもの、そうそう。丸い丸いなっちゃうやん。丸い丸いやん。でもこの0101で、あの、丸いだけやで。そりゃ、おいおいなるで。因果読めてて、因果読めます。因果読めるで。因果やんな。因果、なんかさ、発音むずいですよね。みんなさ、発音ちゃうもん。因果とかさ、因果とかさ、わからんねんけど、ま、因果？因果、因果ですね。これは買ったりするのでね、服ね。25日のゴイちゃん生誕祭登録、あ、まじだ、当選したよって、おめでとうございます。おめでとうございます。ずっとイングニアと思ってたやって。確かにね、思うよな。 NY は、あ、まじだ、 NI は書いてるけど読まない。なるほどね。でも、アミもはじめイングニアと思ってた。でも、それはイングって思ってた、なぜか。わかる、発音どっちってなる。な、人によって違うくない？イングでこの前買ってんって人とさ、イングでさ、服買いたいねんねん言う人おるやん。もう、どっちかわからんから決めてと思ってしまう。
ですね。イングニティ読むんじゃ、読んじゃうよねってな、読んじゃうね。他の何があるんやろ、あのなんかなんて言うんですか、その間違えそうな読み方あるくない、そういうの。何やろな、あと何があるやろな、あんま思いつかんですわ。じゃあ今日の1の構想もらえてたのを書きたいと思います。0101を180度回転させて、ジュージューって読むお好み屋さんを知ってるって、ね、美味しそう。星灯籠がみんなに似てるけど、何が全然いけるかなって、あ、当たるように願っときます。いけるんちゃういける、いけるよ、いける。皆さん星灯籠神にしてくださいね、よかったらお願いします。人の名前難しい、え、わかります。なんか漢字が特殊な子とかはわかりにくいですよね。仕事行ってくね、頑張ってね。あ、2位鉄のかなさん、ありがとうございます。頑張ってね、頑張れ。109を09って読む漢字があって、あ、読むんですね、やっぱ。やっぱって知らんかった。今年の秋の生誕祭は1になるかなって、な、いつやろな。まだそこまで全然予定、アミたちも知らないです。いつ世代交代があるか、6月ぐらいまでしか知らないんですよ。そうですね、やっぱり日本語って難しいよねって。難しいですね。今年も立ち会えなくて別の家かなって、どうやろうな。でもね、なんかね、まあどっちも良さがあります。まずな、当日やったら、その自分のちゃんとした誕生日に いろんな人にお祝いしてもらえるやん。それもいいけど、その日じゃなかったら誕生日はまあ一回祝ってもらって、もう一回誕生日を祝ってもらえるから、だからあのね、どっちでもいいですよね、ほんまに。ね、みんなも N 公演またぎ出ないのは、やっぱりゆうかたんとプライド歌ったら最高なんて、なあ、出たいって言ってるんですけどね。まあ待っててください。みんちゃん誕生日7月出ちゃうけど、そうですよ、忘れないでください。7月1日です、皆さん覚えててくださいね。そう、2回風できる、そうなんだ。だからどっちも良さがあるんですよね。昨日推し登録を見たにして、ありがとうございます。皆さんしてください、よかったらね。え、あみたんの生誕祭早めにお知らせしないと、仕事休めないからドキドキしてる、笑って。そうですね、早く決めてほしいですね。去年は2回祝ってもらってね。そうです、皆さんありがとうございました。ケーキ何回も食べれるもんね。そうなそうですね、めちゃくちゃ覚えやすくて助かるな。7月1日は分かりやすいですよね。月曜日やねって、土日が良かった。まあそんなこともないか、まあ月曜日でもいいや。はあ、1月1日は1年で一番大事な日は、あ、ありがとうございます。嬉しいですね、そんなん言われたらねえ。あ、待って、コスモライトさん来てるかな。あの、お絵かきしますね。あ、間違えた、今日はコウリの誕生日なので、コウリにハビバお願いします。ありがとうございます。来てました。最悪の場合、仕事辞めちゃうかって、ダメですよそれは。仕事、お仕事は頑張ってくださいね。うん、コヨタンが来ます。コヨタンはね、ほんまなんかね、あのいつも変ですね、やっぱり。だけどね、あのね、コヨタン、コヨタン最近よくね、テンちゃんとアミとコヨタンでいることが多いんですけど、そう、 AB 型でいることが多いんですけどね、ほんまコヨタン面白いですよ、めっちゃ。あと大体ね、アミとコヨタンとテンちゃんがそうやって戯れた時に、ミソラちゃんがいつもね見てます。
ずっと爆笑してます。あのコヨタンは今日はいつもねコヨタンとかチュマコって言うんですけど、まあ今日はお誕生日なので、あの仕方ないからアミがコヨ様って書いてあげます。仕方ないのでね。コヨタンは自分の声とコヨ様って言います。そうですね、じゃじゃーん、たったらー、ちょ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 、こんな感じです。どうですかこれたん、いつも髪をね巻いてるんです、固定ヘアで、なので巻きました。ちょっとね巻く髪を描くのは苦手ですね、ちょっと。はい、じゃ撮ります。はいチーズ、はいチーズ、ありがとうございます、おめでとうこよたんね、その3人クエツメンバーなんで、そうですね、結構、あ、今月誕生日ですね、おめでとうございます、また当日お祝いします。変ですね、ほんま。そうだね。ベイビー型変な人多いで、過去ワイもやって。あ、いいですね。じゃあ、トリオじゃなくて、ポリオ？なんて言うんやろ。わからんな。4人ってなんて言うんですか？え？っていうか、2人もなんて言うの？ 2 人は、セカンド。セカンドですね。いつも食べられてるが逆に食べますけど、食べられてますね、いつも。この前ね、コヨタンがリップを塗った後にアミを食べてきてね、ほんまにほんまに食べたんですよ。だからここにね、あのね、リップのマークがめっちゃ綺麗についてるんですよ。びっくりしたで、ほんまにそんな綺麗に塗るんですよ。もうな、公演前やったからな、めっちゃ急いでな、ティッシュでゴシゴシされましたほんまにやばいですよね。俺もエビ型やから一緒にいてもいいんかな。いいですよ、5人に増えましたねいいですね。ねえ、カルテットやって5人は何ですか？クインテットは5人やけって。あ、なるほどね。そのえ、カルテットとか初めて聞いた。クインテットの聞いたことあるけどね。それではソロ、コンビ、トリオ、カルテ、なるほど。そうなんですね。あとね、聞いてください。この前、てんちゃんに T シャツをもらいました。見てください。めっちゃ可愛くないですか、これ。パンダなんですよ。めっちゃ可愛い。パンダ見つけて買ってくれたらしいです。めっちゃ優しくないですか、ほんまに。ありがとう。なので、これは、ちょっと悩んでるんですよね。25日にあの着たいんですけど、コヨタンのも着たいから悩んでますね。なのでちょっととりあえずこれいきます。ありがとう店長。そう、それではちょっとはい、やりますね。これ読みます。誕生13位大野ふぎとさん、ありがとうございます。12位まふみさん、ありがとうございます。11位ピロピロさん、ありがとうございます。10位 FFF さん、ありがとうございます。9位まさやかさん、ありがとうございます。8位モンテさん、ありがとうございます。7位てっちゃん、ありがとうございます。6位ゴニタン、ありがとうございます。5位エリアスさん、ありがとうございます。4位日高浩二さん、ありがとうございます。3位継続は力なりさん、ありがとうございます。二鉄メガネさん、ありがとうございます。そして一位はドド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 ン、コスモライトさんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。ギャルは優しいからね、ほんまにな。店長はほんまに優しいですよ、ほんまに。ありがとう。なので皆さんありがとうございました。じゃあ今日もお仕事頑張ってください。あ、あとね、今日の12時までがリアルっていうかね、あのね、この
ちゃんとあのオンラインじゃなくて会える受付が今日までなんですよ。今日までというか明日の12時まで、今日の12時から始まるので、皆さん直接会いたいなと思ってる方は今じゃないと申し込みできませんよ。もう最後なので気をつけてくださいね。じゃあ待ってます。ありがとうございました。せーの、コスモライトさんありがとうございました。ラストのね、そうだから皆さん悔いないように、あの時買ってればよかったなってならないように、よかったらアミに会いに来てください。じゃあ終わりたいと思います。皆さんありがとうございました。じゃあ頑張ってくださいね。言うたけ、もう一回言うわ。せーの、コスモライトさんありがとうございました。またね。じゃあまた明日会いましょうね。ありがとうございました。バイバイ。ありがとうございました。